天皇皇后両陛下の長女愛子さまが4月から学習院大学文学部の日本語日本文学科に進学されることが分かりました。愛子さまは現在高校3年生で、来月学習院女子高等科を卒業されます。関係者によりますと、愛子さまは4月から学習院大学文学部の日本語日本文学科に進学されるということです。 愛子様は日頃、お住まいの赤坂御所で両陛下からアドバイスを受けながら勉強に取り組んでいて現在は卒業レポートの提出に向けて準備を進めているということです。